足跡を残した幽霊。むかーし、坂の下の岩泉寺の坊様が部屋で書物を読んでいたら、急にろうそくの火が揺れ出したんやって。夏の暑い晩やったで、窓は開けてあったんやけど、風が吹き出したわけでもないし、不思議に思って目を上げると、白い着物姿のばあさんがそこに座っていたんやと。ろうそくの明かりに檀家のばあさんやと分かったけど、痩せて物ごそうな顔をしてたんやわ。こんな時間にどうしなったんや。それにいつ来たんかの。坊様が静かに聞くと、どうにも眠となって目をつぶったら、暗い来たこともない場所で目が覚めたんですって。そしたらお寺の明かりが見えたもんで、どうしたらいいんか教えてもらいとって、とばあさんは泣くような細い声で言うたんやと。坊様はばあさんを連れて本堂に向こたんや。小僧も気づいて出てきたんで、お灯明をつけさせて、ご本尊様の前で一生懸命にお経をあげなったんやが、このうちお灯明に浮かぶ阿弥陀如来様の右手が差し伸べられたんてに見えたかと思うと、ばあさんがその前に進み出て消えてもたんや。こん時小僧が叫んだんやって。御前様、お御堂の床が急に焦げました。見ると坊様の後ろの板の間に人の足跡の形をした焦げ目がついていたんやと。小僧にばあさんのことを話したら、私には何も見えなんだし聞こえませんなんだ、幽霊の足跡でしょかと気味悪がって、お念仏を唱え始めての。阿弥陀様がちゃんと連れて行ってくださったわ。もう大丈夫じゃ。坊様は静かに笑って言いなったんやと。旧金津町岩泉寺は、朝倉利景の子である空羅により550年ほど前に開かれた由緒あるお寺です。空羅は朝倉氏と敵対関係にあった蓮如に帰依し、浄土真宗のお寺として現在に至っています。岩泉寺には幽霊の足跡とされる遺物がありましたが、焼失により今は見ることができません。私立哲学館、現在の東洋大学を創設した哲学者であり、一方で妖怪を研究しお化け博士とも呼ばれた井上遠良氏も、この幽霊の足跡を見て、海なるかな岩泉寺幽霊の足跡と一句を残していきました。井上遠良氏の句や言い伝えをもとに描かれた幽霊の絵は今も見ることができます。岩泉寺は現在のあわら市花の森吉崎御坊へと続く坂道から遠くない場所にあります。